ちょっと我々も言うて時間がありますので、ね、はい、はい、はい、いいですか、はい、はい、はい、NHK をぶっ壊すということで、なんという、こうショットというかね、これあの後ろ見て分かる通りですね、日本史の会から今回東京をですね4区から立候補しています、石川雅俊さんですよね、はい、殺伐とした状況で、後ろからちょっとね監視の柔らかい監視の目が飛んでいますが、まあ、今回ちょっとツイッターで僕が応援に入ると、石川さんの応援に行くと、で浜田君も、まあ、石川さんがここに書いておられるように減税というのが、これですね、増税反対減税推進というところで賛同していてですね、まあ、我々今回 NHK から国民を守る党はどこにも候補者を出していなくて、もちろんこの東京4区であったりとか比例ブロックにも出してない中で、まあ、石川さんの方から、まあ、応援に来ていただけないかなっていう話があったので、まあ、特段あの松井一郎さんもあの前、ね、代表も萩生田さんとかも入ってるとかもあったんで、僕たちは僕と浜田君は石川、ま、雅俊さん個人的に応援してると、もともと知り合いでお医者さん同士っていうことで今回、まあ、応援に入ってるんですけど、残念ながら皆さんの前で演説することが、できないという状況になりました。はい、何かありますか、僕石川さんの方から。いやこれね、なんだろう、やっぱりこれ出てるのが5人で、共産党と参政党と維新の会と国民民主党と自民党と、まあそういう意味では例えば社民党を応援してる人とか、特にまあ立憲民主党を応援してる人とか、それ以外にもここに載ってない国政政党まだありますよね。特に立憲民主党の人を、まあ、応援しようというか立憲民主党に入れたいっていう人が今回出てないから入れようがないわけですよ、うん、じゃあ誰に入れるのかっていうとの一緒で、はい、当然このオタクにも NHK から国民を守る党の支援者がいるわけですよ、はい、じゃあ我々とこいっぱい来るわけですよ、誰に入れたらいいんですか、うん、NHK 党の人誰も出てないっていう時に、我々は東京4区では石川雅俊さんに入れてもらえませんかっていうことで、わざわざまあ党首の私と参議院の浜田が来てるんですけど、まあ、これをまあ維新の会はやめてくれということで今事務所内でやっていると、うん、いうことについて、まあこれ中止しろって話もあったんですけど、石川さんがこれを決定されたところについての心境どうですかね、はい、いや、まあ応援していただいているということなので、はい、まあ、それを率直に、はい、こういった形でお伝えできればと思って、はい、お願いします、はい、はい、どうぞ浜田君、もう全然あの応援のこととか、はい、このいびつな状況、まあまあ、我々政治家ですので、まあ、各自の政治的な判断を、まあ、尊重すればいいのかなと思いますので、はい、そこはもうあの、はい、皆さんの政治的判断尊重します、はい、そうですね、まあ、見ているいただいている方々の、まあ、まさにそうですね、まあ、それを広く、ね、あの共有することもすごく意義があるんじゃないかと思います、はい、まあそうですね、これがどれがいいかとか、今ちょっと俺目の前に前原さんのやつが出てきて、これはこれか、昨日ちょっと僕は前原さんの悪口を普通に京都で言ってきたからっていうのもあるのかもしれないし、やはり馬場代表の私立花に対し、私立花の姉がですね、馬場代表の選挙区である東京10、大阪17区の有権者なんですね。で、私の姉の前のお寿司屋さんで、まあ、それは馬場さんもそこによく行ってる、僕も馬場さんからそのお寿司屋さんに行ってることを聞いているし、しょっちゅうまあ出入りしてる中で、まあ、たまたまうちの姉と馬場さんがそのお寿司屋さんで出会いましたと。で、弟さんのことよく知ってるよ。馬場代表とうちの姉は同じ年なんですよ。昭和39年の同じ60歳の年で、で、お酒ごちそうしてあげるって言っていっぱいごちそうしてもらったらしいんです。それって思いっきり公職選挙違反なんですよ。で、そういうことをやっぱり僕はこうやって喋ってしまうから止めに来てるんだと思いますよ。これ本部が止めたかどうかは分かりません。ただ個人で止めてるんですよ。よかったら出てよ、せっかくそこにいるんだったら。口出すんだったら出て、今個人ですって言っちゃったじゃん。だったら誰が言ったか出た方がいいよ。どう名前出してもらっていいですけど、僕はもう映るのは、はい、嫌なの。なんかそれもなんか本当に
今回そういうなんか維新の会という本当に危険な、僕は今回思いましたよ。だって普通に石川さんが応援してほしい人に応援してもらおうとしてるわけでしょ。でも維新の会は、あ、もう今回の選挙は NHK 党の支援者だったら絶対維新に投票するなって言ってるのと一緒だよ。そうじゃないので、なぜじゃあ NHK 党の我々の応援が嫌だって言ったら、隠してるからでしょ。政治と金に一番汚いの馬場さんじゃないですか。じゃないの、足立さんが言ってるよ。俺足立さんに聞いたんだから。うちの兄がおごってもらいましたって言ったら、私、いや、お前馬場さん、あの、いわゆる領収書のいらないお金、二階さんが50億円領収書のいらないお金切りましたよね。馬場さんも何億っていう馬場信行っていうだけの領収書で出てるんだから。いや、僕批判っていうのは、それを石川さんが当選すれば変えてくれると思いますよ。今回僕選んだとそういうことだから。で、もうこの後何をしようが石川さんが当選すれば石川さんは当選できます。これ維新の会がどんなに妨害しようが。だからこそ、本当に身を切る改革とか古い政治をぶっ壊すっていうことであれば、そのやっぱり追及してほしいわけですよ。で、それをするためには今回4区の方に、1枚目の投票紙に石川雅俊と書いてほしいから来てこの動画撮ってるんですよね。で、2枚目の投票紙もぜひ2議席目の可能性が十分にあるから日本維新の会と書いてください。で、僕はこれを言う以上は、僕自身もさっき僕投票先決めてないって言ったじゃないですか。維新の会入れますよ、僕東京7区だから。維新の会に2枚目は入れます。で、1枚目は僕は小野さんに入れようと思ってました。理由は居眠りをする音喜多さんを当選させたくなかったからなんですけど、でもちょっと考え方変わりましたよ。だってこれ身元言わないですよ、口出した人。現職の議員さんですよ。身元言っていただいて。いや、だから自分で言えばいいじゃん。ええ加減せえよ、お前。この権力の犬め。自分が東京都議会議員としてやっていきたいから、偉そうな、そんなこと、適当なこと言ってんねやろ。顔も出さない政治家。自分の名前を自分で言えよ。ええ加減せえよ、お前。はい、松田龍介と申します。あ、で、顔は出さないのか。いや、出してもいいです。出せよ、ほんだろ。顔を出して言うならいいじゃん。俺、君のやってること間違ってないと思ってるよ。せっかくやから顔出していいや、君。だって顔取っても言ってないと思います。ちょっと外にはもならないです。ああ、オッケーオッケー、はい。はい。それはごめんね。でも、はい、政治ってそういうもんだよ。はい。戦いだからさ。だから、これを見た人が、石川さんは我々をちゃんと、浜田君は減税をする。ね、増税反対減税賛成でずっと一緒に仕事っていうか勉強会してるんだよね。で、世の中浜田君応援してくれる人めっちゃ多いよ。俺なんかは全然あれだけど、今もう国会議員で浜田君のことを言えば、あの国民も浜田君がどれだけ仕事をしてるか。それはこの間だって揉めてたじゃん、リハックで2人、宇佐美さんと足立さんが揉めてたけども、2人揃って浜田さんが、ね、AV 新法の賛成、あの賛成地があれを反対して2年以内の改正をするのに一番尽力したのは浜田聡さんだって認めてるぐらい浜田君の応援ってすごいんですって。でもそれが他党だから、じゃあ他党だからって言ってその NHK から国民を守る党でこの東京4区に立候補してるとか東京ブロックで立候補してるとかっていうか、今回誰も立候補してないんで、その他党だからって応援するなっていうのは、他党だから応援するなのは僕一言も言ってなくて、ダマでそれをじゃあやるんですかって話ってってことです。他党だからじゃなかった LINE。 いや、前提としてダマでそれをやるのはさすがに僕は許可できないって話をしました。え、でも他党の応援で書いてなかった。いや、まあ、通り書いてますけど、いや、それでも話し合いがあれば書いておるな、これ。今あなたの LINE でしょ、これ。立花さんが石川さんの応援演説に入るとありますが、どういうことでしょうか、はい、他党の方の応援を受けるというのは許されないんですが、中止願いましたよ。あなたの声を書いてる、他党って書いてるじゃん、これ書いてます。でもそれが嘘でしょ。じゃあ黙れ、や、黙れやることですか、これって。何が黙なのよ。いや、すいません、黙って何よ。立花さんに言うのあれですけど、これ止められるの分かってたんで、石川さんは黙れやってるわけじゃないですか。
にあの応援に来てくださるってことだった。でもやっぱり立花さんと浜田先生がいらっしゃるっていうのを本来で言うと、やっぱ先輩だったり事務所に共有とか、まあ少なくともすべきだと思うのをツイッターで知ったわけですよ。あ、なるほどね。はい、もうでも逆に言うとその辺がおもろいよね、うん、おもろいよね。そこら辺は有権者がどう見るかじゃないの、うん、逆にその信頼関係がない先輩の人がもう2人がここでどれぐらいの期間やってるか知らないけども全くもってその辺の自分の役あの党からのね覚えめでたいね自分が党からちゃんといいよいい子いい子って言われるようにね松田都議がいい子って言われるように石川候補を監視してるだけじゃないの。まあ、そのごめんなさい、僕は監視してるじゃなくて石川さんが当選のためにやってるんで、まあ、そこの後の判断は別に、まあ、石川さんにあった評価をもしかするんで判断は有権者じゃん、選挙なんで。いや、それ選挙はそうだから、それでいや、僕の頑張りなんですよ、その監視を知るっていうのは別に有権者は関係ないじゃないですか。いや、だって有権者はこうやって党の言いなりになる人が選対に入ってるのが維新の会って知るだけでも全然違うよ。そうするとこれはなんとか苦境に立たされている維新の会の石川さんを当選させて日本維新の会を中から変えていくっていうに票が入ると思うけど、俺はそう思うよ。それこそこの4区で平さんなんて絶対当選するから、自民党の平さんはもう皆さんが投票しなくても絶対投票するから心配しないで4区の方は平さんに入れようとか方は石川さんに入れてください。だってこれだけ批判されてるんですよ、内輪の人に批判されてるのに、この撮影をしようと最終決定したのは石川さんですよね。これなんかちょっと兵庫県のなんか知事にちょっと似てるような気がするけどね、この構図がよ。だって維新の会むちゃくちゃじゃ、なんか自分たちが推薦しておいて事実何も出てきてないのに結局今回も維新の会の推薦か公認か知らないけど対抗が出すっていうのもむちゃくちゃだと思うんだよね。だからそれを橋本イズムを変えてほしいんだと思うよ、多くの維新のファンの人は。15区の金沢由衣さんだって急に辞めたじゃん。彼が彼女が言ってるのは橋本さんや松井さんの考えと今の執行部が違うから辞めたと。でそれを松井さんはまさに24区に行ってね、維新の候補者がいるのにわざわざ萩生田さんの応援したわけですよね。で彼は言ったんですよ、個人的にお付き合いしてるから。同じじゃないですか、僕だって石川さんと個人的にお付き合いがあるから今回来てるわけですよ。それを普通に応援演説してくださいって言えば、僕は石川さんと個人的なお友達だから特に NHK と誰も出てないから4個の人石川さんに入れてくださいって帰ろうと思ってたんですよ。そしたら何かそれがちょっと党の方からかちょっと、まあ、いわゆるやめてくれって言われてるから何それっていう話になったわけよ。まあすいません、ここのコミュニケーションが悪かったっていうのは私も、まあ、まあ悪かったっていうのは別に残ってるんじゃなくて、はい、これを知ってもらうことによってやっぱり維新の会の中でも今の維新をやっぱり元々の12年前にできた維新に戻そうという人が石川候補であって、うん、僕だって維新の会に最初参加をして2012年のパーティーにも行ってパーティー券20枚買いましたよ。でも維新の会と橋本さんと話をしても NHK 問題やる気がないとおっしゃるから僕は自分で党を立ち上げただけでね、別に維新スピリッツに対して否定するつもりもなかった。ただなかなか維新が変わらないから自分でオリジナル党を立てた。で今回維新の元々の維新スピリットに戻ってほしいっていう人はぜひ石川雅俊さんに投票してほしいなという感じですね。ちょっと僕の方から言いましたけど、はい、政策の方、はい、一般国民の方結構ドン引きされてる方いるかもしれないですけど、まあ、こういういざこざっていうのはどの政党でもあると思います。はい、まあ、もっとひどいのもだね、だってうちの党だって浜田君と斉藤君なんかめっちゃ仲悪いからね、仲悪いというか仲個人的というよりも正直にぶつかるやんな。まあそうです、ね、いうことをちゃんと言ってるのよ。だって政治家同士はっきり物言えないと、もちろん人間たち嫌いじゃなくて言うべきことは言って大丈夫かこいつらと思う時もあるし、だって俺だったら浜田君に政策出したらもうめっちゃ浜田君に嫌な顔されて、それは浜田君の言う通りやなと思うこともあるんですよ。でそういう
裏側を見せることによって有権者の判断って変わってくると思って、綺麗なとこ見せようとしてるっていう意味だよね。そうですね。まあ、あと私もね、国会議員5年やってますけど、その同じ政党の、まあ、議員同士より他の政党の人とな、の方が仲がいいってことはざらにありますので、まあ、そういうところも含めて、まあ、別にこれはそんな特殊なことではないということだと思います。まあ、あとね、石川さん、まあ、医者として、まあ、今回医療政策ですね、はい、まあ、多数まあ、国会に行ったらですね、大いに貢献できるところはあるとは思います。やっぱり石破さんがですね、今の医療制度、社会保険制度を守ると言われているので、まあ、それに対して、まあ、しっかりと切り込みを入れることが、まあ、できるかと思います。まあ、維新の政策、ね、医療政策については、まあ、公明党をはじめとして、まあ、かなり叩かれてはいますけれど、まあ、確かに叩く、まあ、批判についてはですね、まあ、気持ちは分かるんですけど、でも私もやっぱり医療現場結構長い間いましたので、やっぱり医療現場でもちょっとやっぱり何とかしてほしいという思いが、まあ、あるんですよね。まあ、医療、まあ、例えば色を作る時にも、まあ、医者としてもこれやりたくないなっていう人はもうたくさんいます。はい。まあ、なので医療費削減に関してはですね、まあ、医者、医療現場の方で、まあ、そうだそうだと言われる方が多数おられますので、まあ、そういう現場の声をですね、まあ、しっかり知っておられる、まあ、石川雅俊さんはぜひですね、国会の方に行って仕事をしてほしいなと、まあ、心の底から思っております。まあ、私もですね、先日岡山県倉敷市に戻ってですね、まあ、投票の方をしてきました。まあ、2枚目の投票用紙はですね、維新の会さんしましたので、まあ、その旨を報告させていただきます。まあ、あとは具体的な事例としてですね、まあ、最後少しですね、まあ、医療制度改革についてはすごくいいなと思ってたのが、制度規制改革学会っていうところが、まあ、ありまして、そこが最近出してた提言なんですよね。まあ、まあ、ちょっと全文長く読み上げると長いんです。長いで、まあ、まとめますと、まあ、一つはですね、医療の3割負担ですね。まあ、これはもう医療制度改革学会が、まあ、おっしゃってるので、3割負担にして、まあ、あとは 税でもいいんじゃないかと。今保険になってるので、だから、うん、なんか、いや、税じゃなくて保険だからっていう、言い訳を、ね、政府側にされるんですけど、もう税でもいいんじゃないかという、そういう提言がありました。まあ、要は透明化しようということでございます。で、もう一つはですね、年医療介護版のマクロ経済スライドを、これをですね、導入せよと。今は年金ではそれがなされているわけですね。まあ、経済成長に従って、まあ、それで年金は上限を、まあ、もうストップ上限をかけているわけですね。マクロ経済スライドと経済状況に応じて。だけどそれ、医療と介護についてはそれがないので、医療介護でも、まあ、マクロ経済スライドを導入しましょうと。という、まあ、提言がありましたし、あとそうですね、医者の偏在についてもですね、まあ、医者が少ないところにはそういうところにこそ診療報酬を手厚くして、まあ、医者が多いところは、まあ、診療報酬は少なめでいいんじゃないかと、そういう提言もありましたので、まあ、ぜひね、私も、石川さんと国会でそういう仕事を一緒にさせていただきたいなと思っております。はい、ということで日本維新の会2枚目の投票用紙投票しましたので、皆さんもぜひ投票していただければと思います。はい、あと、まあ、松田先生はですね、東京都議会でですね、まあ、唯一の維新の会の議員さんだと認識をしております。はい、私も特に去年の通常国会ではですね、東京都に関する問題、まあ、取り上げさせていただきました。で、その時にですね、やっぱり頼りになるのが維新の会の議員さんでございますので、まあ、ぜひですね、松田先生にも東京都において維新の会の唯一の維新の会の議員さんとしてしっかりと頑張ってほしいなと応援をしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、私も2枚目の投票紙はもう今日のこの件で日本維新の会にと書きますので、ぜひね、4区の方1枚目石川雅俊先生、まあ、ドクターです。で、最後にね、お金持ってるんですよ、ドクターだから。だから政治と金の問題は結局はお金持ちが政治家をするっていうことで、僕は解消できると思いますよ。悪いことする、お金で、ね、楽したいんだったらドクターしてたり、病院経営されてるような人なんでね。だからそこは特に政治と金の問題にしては僕はクリーンな人だと思いますので、ぜひ4区の方、
1枚目の投票紙石川雅俊さん、2枚目の投票紙にはこれはあの4区だけじゃなくて日本維新の会に2枚目の投票紙書いていただきたいと思います。私も本当は、さっきまで国民民主党と書こうと思ってたんですけど、玉木さんとの関係で、でも今回石川さんを応援するということを決めましたので、2枚目の投票紙はちゃんと日本維新の会と書いて写真を撮ってネットに上げますので、そういう形で皆さんぜひ石川先生そして日本維新の会を応援いただいて、国民の皆さんがね維新の会に対して叱咤激励をしていただきたいと思います。最後先生の方から、はい、あの方法から、まあ、そうですね、今回の企画本当に直前に決まったこともあって、まあ、こういう形になってしまって、まあ、松田さんにもご迷惑をおかけしたことは申し訳ないと思っております。私石川雅俊は、まあ、3つの公約を掲げています。まあ、1つは増税反対減税推進ということで、まあ、本当に若い世代が今国民負担率が高いという中で、まあ、それを少しでも減らして、で手元にお金が残ればそれが消費に回って経済が活性化されて結果として社会保障にもお金が回せるというそういう好循環を作っていきたいと思っています。そして2点目は社会保障制度改革ですね。やはりこれも、まあ、例えば年金、今生まれる子どもたち3000万円の払い損です、まあ、そういった本当に持続可能ではなくなっているこの財政、これをしっかりと立て直していく、まあ、そのために私は、まあ、維新はここまでは踏み込んでないんですけれども、例えば高齢者に対する支援金、これが今10兆円あります。でこれを高齢者の3割負担と、それから高額療費の引き上げと、でさらに提供体制の効率化や規制緩和によって10兆円なんとか捻出して、そして、その支援金を減らしゼロにします。そうすれば健康保険料が半分になります。そして、手取りは 5% 増えます。やっぱりそれぐらいのインパクトのある政策っていうのを出していかないと、国民民主党さんもいいこと言ってますけども、やっぱり財源が公的なものを使うとか書いてありますから、これじゃ増税されるんじゃないかと不安が私はありますので、それを主張していきたいと思います。そして3点目は防衛力の強化ということで、まあ、当然中国、北朝鮮、ロシア、まあ、こういった脅威に対してしっかりと対応していかなければいけない。ですから防衛費は増額をしていく。しかし一方で自民党がやっている防衛増税には反対です。全ての増税に反対をしていきます。まあ、最後に政治と金の問題です。この選挙区でも平さん週刊誌で政治と金の問題指摘をされていますけれども、やはりまあ先ほど維新のまあ問題点も挙げられましたけれども、まあ各党いろんな問題があります。やっぱりそこをまあしっかりと受け止めて、そして変えていかなければいけません。まあ、それをしっかりと私は進めていきたいと思っていますので、ぜひ応援のほどよろしくお願い申し上げます。最後にぶっ壊すところですね。何を言われるんですか、これですね、これですね、はい、はい、最後いきます、はい、古い政治をぶっ壊す。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。